さんとタコさんありがとうナイスタコさんお気合いでも送ってくれてるありがとうこんにちはパパハートいっぱいありがとうナイスハートありがとうめっちゃナイスよありがとうハートいっぱい寝る子は育つよねあの寝すぎて頭痛くなってきたけど <laughs> 育つかなまだ育ちそうかなタッツさんタコさんって言いそうになるね一瞬タッタデア タズさんありがとうナイスタコさんあ逆だ <laughs> ナイスタズさんありがとう仕方並んでハイさんレベオ目ですナイスレベオ目おはようございますなよねこんにちはとかじゃない私16時に起きたからえっとね3時半ぐらいに寝て16時に起きましたあのね寝るつもりなかったの あの気づいたら寝てたおはようございます正解 <laughs> それが正解ですおはようそうさっき起きたのあのやっちまったな <laughs> なーにやっちまったな状態です本当だからそんなつもりじゃなかったのにな <laughs> そんなつもりじゃなかったのにないつの間にか寝ちゃってるんだよね夜中の3時はやばいじゃん昨日でもちゃんと寝たよ寝てちゃんと7時半に起きたんよ あの生活習慣を整えようと思って7時半に起きて寝っ11時半ぐらいにじゃ11時ぐらいに寝ちゃったよねもう一回家帰ってきて11時ぐらいに寝ちゃってでなんかいつの間にか12時にまた起きてでまた3時半に30分寝てみたいな1時間半の睡眠学習をしました今日はこんにちは だから家帰ってきたらもう眠くなっちゃって1時間だけ寝ようと思って1時間だけ寝た <laughs> 夕方のは不可抗力だった不可抗力の睡眠だった「こんにちは」「こんにちはにわに」「睡眠学習」<laughs>「いつの間にかしてる睡眠学習」「今日は明日明日こそ明日こそ」明日こそ 明日はちゃんと七時に起きて夜までお昼寝しないっていう大きな目標を掲げて生きていこうと思います眠くなったら寝るこんにちはこんにちはあ,あと十四万ポイントまで来たおおだいぶ近づいてきた 昼寝はね、1時間まで、あボックスあのいいコイン出るかわかんないけどなんとか <laughs> ボックスなんとか持って行っていいコイン出るかちょっとわかんないけどポコハイが多いやん <laughs> この枠ちょっとポコハイが多いなこんにちはこんにちは皆様こんにちは おはようございますんみんな今星を送ってくれてるんだよね多分第一陣の星座も一生懸命投げてくれてるよねありがとうございます肌汚な見て肌荒れが <laughs> 肌荒れが出てきちゃったわついにこんにちはどうもー。 新しい矯正にね昨日なったの歯、はあ、引っ込んだんじゃないちょっと昨日ね新しいお乳の矯正になったんだけど歯、はあ、ちょっと引っ込んだくないやっぱほら見て察しがいいな名探偵たけ子やからな歯、はあ、ちょっと引っ込んだくないいい <laughs> 引っ込み引っ込み前は 前歯がちょっと引っ込み思案だった矯正も終わってると思ってたまだやね <laughs> なんならもう一回あのさコロナかかってる間に私強制ぶっ壊しちゃってさ強制っていうか歯の方についてるやつがあんねんけど自分の歯についてる方をぶっ壊しちゃったからさもう一回なんなら関係ないけど歯医者もう一回行かなあかんっていう <laughs> もう一回行かなあかんね歯医者さん ぶっ壊したからさ <laughs>。でもコロナかかってるから行かれへんかったんよね。<laughs> あ、星全部投げ終わりました。ありがとう。坂地さんレベオめー。ナイスレベオめー。結構、引っ込んだ。一旦引っ越えて出す方式ね <laughs>。出さない方向で行きたいな、できれば。できたらなんだけど、歯は出さない方向で、引っ込める方向で行きたい。ぶっ壊しちゃったからね、もう一回歯医者行かないといけないんやけど。 いつ行こうかなーって思ってる感じ <laughs> ね。これって免疫力いつになったら上がるんやろうね <laughs> どんな感じなんやろうねコロナかかった人って「こんにちは」ぶり返したくないなってちょっと思ってるところがあるから「何番まで行くのちょっとひよってるひ <laughs> よってるやついる?」って言われたら「ああ」って手あげるぐらい <laughs>。 <laughs> 私ですって歯は大事だよ歯は大事でなんかもうワクチン打たんでいいんかなと思ったら打っとけ打っとけって言うたからもう一回打たんとあかんっていうね <laughs> 結局3回目打たないといけないっていうでもさ一回コロナかかった人ってめっちゃ熱だ出るらしいやんそれもひよってるやつなんだよね <laughs> 今月末か来月頭か打たんとあかんねんけど ひよってるよね全てにおいてひよってるね歯が命歯が命あとちょっとだねあともうちょっとあね公演開催されたんだってねよかったよかったぴよぴよひよこだなひよってるやつひよ <laughs> ってるやついるってこと <laughs> みんなお星さまありがとうぴょんぴょんしてくれてるあと14万5000ポイントおお今日中に達成できるかなこれちょっと厳しいかなあ公演今日あさみちゃん昼公演って言ってたもんねあさみちゃん公演行ってきちゃうけどちょっと配信は久しぶりちゃうちょっと久しぶりちゃう こんん。んにちは、カズささ初見さんだ。猫好きの方だって今日ラムちゃん身体測定したんですよ体重変わってなかった見た目だけが太ってるっていう不思議な現象でしたね <laughs> 見た目だけねなんかムチッとされたあのなんだろうたくましくたくましくなられたんですけどあれおかしいな 軟骨の唐揚げさんねあのログインできなくなった <laughs> 軟骨の唐揚げさんログインできなくなっちゃったよねこんにちはマイメロさん初見さんだ <laughs> ね今日ジオンちゃん生誕祭ロリペイさんが言ってたわ叫んでたジオンちゃーんって <laughs> ジオンちゃーんって言ってた 昨日そういえば夜配信に亮太くんが来てくれて香川の人はって言ってホとさんのこと探してたわ <laughs> 人気者をみんなめっちゃピョコピョコしてくれてるカウントもありがとう会わなかったの夜、はい、夜公演って言ってたもんねすれ違いすれ違い通信だからね 1 8 0ンチのロリコンさんはいなかった <laughs> 出会わなかったかお十14万3,000ポイントになった今日中に行けるのでは微妙か <laughs> 微妙ではあるかこんにちはかつお節さん 焼肉食べたい。<laughs> 焼肉食べたいサラああ、お仕事始まったんだね。そっかそっか、よくなってよかったね。あの、コロナ。治ってよかった。部屋暑っ。やっぱクーラーないと暑いね。なんか夕方と次の枠は一旦30分配信だからね。クーラーつけなくていいかなーと思って。クーラーつけてないけど。 暑いわしっかり暑いみんなクーラーつけてる照らしてるわ五個を浴びてるっていう違う意味,意味合い変わってくる五個を浴びているちょっと違うか後ろからバックライトさらちゃんです何言ってんや もうすぐ雨降るかかななあーちょっと怪しいかなちょっと雨情報で言うとサラちゃん今日ちょっと頭痛いから明日怪しいで <laughs> 雨情報で言うと武井さんが今結構頭痛きてるので明日怪しいな台風のせいだそれたらいいのにな台風直撃したら結構大きい台風でしたっけいやだ これは絶対一番、あ、ほら、あさみちゃんも来てる <laughs>。ってことは明日雨よ。大阪の皆さん明日雨降る可能性があります。偏頭痛持ちが頭痛いもん <laughs>。偏頭痛、頭痛に襲われてるから今。人よさんレベオ目です。ナイスレベオ目。大きいらしいよね。怖いよね。あ、もろもっとかわいいでしょ。あ、うわ、マンチカン絶対かわいいやん。アイコンの かわいい子やねぬいぐるみみたいって言ったらちょっと褒めてる意味なんだけどねぬいぐるみみたいかわいいいいなマンチ感かわいいよね「こんにちは」じゃないありがとうございますボケてるあっ不調なんだあら,あらあらあら例の iPad が。 14万ポイントになった。14万1000ポイントだった。<laughs> だいぶ近づいてきた。みんなありがとう。めっちゃ東京タワーの絵文字を送ってくれてる <laughs>。例のって、あれじゃないのお話し会とかでさ、日付書いてあったやつじゃない <laughs> 日付が書いてあった iPad じゃない例の。 こんにちはどうもこんにちはお話し会の時に背景に日付が書いてあったやつか昨日昨日強制変えたとこやのにさ 歯ぎしりしすぎてもう強制削れてる <laughs> 正解おーほら武井さんのあれだよここをなめちゃいけんよ <laughs> 名探偵たけ子やから武井さんのペンライトはねピンクと紫なのよ実は <laughs> 実はピンクと紫なのよ本当に削れてるだいぶだいぶ削れてる歯 強制すごくない一日で一晩で <laughs> 一晩眠っただけで歯ぎしりで削ったんだなギーってやってるんだろうね指持ってくると多分噛みちぎるだろうね <laughs> こちらです武井さんのペンライトカラーでも結構さペンライトのカラーって「あんにょーん! <laughs>」ペンライトのカラーって結構かぶるじゃんかぶるからさ私かなってなるときあるあの舞台上からピンクと紫振ってくれてるけどこれは足,足かな 人に勧めて韓国から好きだよあ、本当ありがとうございます嬉しいありがとうサンキューあ、浜野さんありがとうナイス花火しだれ花火 薄いピンクと濃いピンクはね、見分けにくい。え、私って薄いピンクなの濃いピンクなのペンライト。私が聞くことじゃないかもしれないんだけど、私のペンライトって薄いピンクなの濃いピンクなの足だったわ。そうだよね。思い込む分には自由だもんね。足の、足だ、足だ。みんな私のファンの方だと思って生きていくわ。ああ、ありがとうさかっちさん、いっぱいハート。ありがとうございます。ナイスハートいっぱい送ってくれてる、ありがとう。 あケイトとミカナが同じ色なのかお揃い <laughs> お揃いだ私何色なんだろう誰か今ペンライト振ってくれてるけどねなんで出てこないんだろうあれ何でだろう誰が振ってくれたんだろうありがとうハートンたまやんありがとうナイスアナビありがとう私って薄ピンクなのか薄ピンクらしいわ薄ピンクにしよう薄ピンクだだってさどっちでもいい <laughs> ピンクだったらどっちでもいい濃いピンク振ってくれてたよって方も OK 薄いピンク振ってくれてたよって方も OK 自由 <laughs> 自由フリーフリーですピンクなら OK 薄いピンクと濃いピンクがあるのかペンライトってカラバリ豊富だねカラーバリエーションの豊富さあれはサーモンピンクはあるサーモンピンク 誰かが家の裏を走ってる音がする <laughs> あ、そうなんだ見分け <laughs> 難しいよね確かにこんにちは確かにあのー、あ、っこに舞台上から見ると確かに見えなんか見分けづらいかもしれないね同じ色が並んでるとハートありがとうペンライト ピンクと紫。ナイスペンライト。おおと十三万六千ポイントになりました。おお。だいぶ、だいぶ近づいてきた。一位までのポイントさ、やばない。<laughs> 待って、一位の人、何?。すごない。え?。石油王がおる。ほんまに石油王がおる。 ピンクピンクピンク可愛いけどねピンクこんにちはあのピンクと紫なんやけど好きな色は水色っていう <laughs> 私の好きな色は水色です本当に石油王がいるさらちゃんが印刷されたあそれね持ってるのお母さんが買ってきてくれたの何であどこで売ってたんだろう何かので売ってたのかな家にあるのお母さんが持ってた 浜野さんありがとうナイスナイスナイスありがとうお星さまありがとうなんかねあの制服着てるやつじゃないタケイさんが制服着てる写真がプリントされてるやつだよねあれねお母さんが持ってるんよあ本当今もタケイの思ってくれてんの今もタケイの持ってくれてんの,ててんのありがとう <laughs> 今もなおおかえり あれなんかライブライブとかでのグッズライブのグッズなのなんか分かんないの何のグッズか私分かってないんだけどお母さんが持ってるってことは NMB ショップで買ったかネットで買ったかライブで買ったかなんだよね何だろうね福袋ではないもんねなんでなんで持ってるんだろうお母さん <laughs> あれはあるあの一応ねあれのために置いてる災害が起きた時にあの足元を照らすために置いてます ななんなら今日も持っていこうと思ってくれてんのあれあれあれだよねいろんな色に変わるやつよねそんなに使ってくれてるのか嬉しいな使っていただけて嬉しいわ懐中電灯の代わり <laughs> 懐中電灯の代わりああアンチュのペンライト持ってる人いただって なんかさ私ん家のさおばあちゃん家のねリビングがすごいグッズにあふれてるの私の <laughs> 私のさ生写真とかがさ本なんだろう写真立てみたいなんで飾られててあとはなんかパンチングドールとかいろんなグッズがねあるんだけどだからなんか友達がお家に来た時とかちょっと恥ずかしい <laughs> あーって親戚来た時とかめっちゃ恥ずい。 まなみさんレベオ目ですナイスレベオ目おーこんばんは星集めに来てくれたんだねどうぞどうぞありがとうね <laughs> ご丁寧にパンチングドールあれパンチングドールじゃなかった確か名前こんにちはそう起き上がりたけこ起き上がりこぼしだったっけあれも飾ってるし結構いろんなグッズがあるんよ だからさ、本人だからこそちょっとはずいあの親戚来た時とかさ見るじゃんみんなみんな見るやんはい度々すいませんいや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 どうぞどうぞありがとうね来てくれて星集め全然集めていって <laughs> 全然集めていってくださいなあそうそうそう いやあのでもさ空気入れるところが武井さんのとこについてるっていうあれなんだよねそこがポイントだよね空気入れるところは武井さんの本についてるんだよね <laughs> そうなの1位との差がねさっきのはね100万ポイントぐらいだったの100万ポイントだっけ 1, 10, 100, 000, 000. ん ?10 万ポイントだったの。 10万ポイントだったんだけど15万ポイントに上がってるからもうちょっと本当にっていう気持ちではあります100万1 0万ですごめんなさいあの数数えれないですね <laughs> ライちゃんの友達もいやそうやねんそれがさあさって来るねんイの友達がねお泊まりにあさってお泊まりに来るからさちょっと明日お掃除とか大掃除とかもしなきゃなんだけどさ 100万はもう見えなさすぎるそれはちょっと勝利が見えなさすぎる10万です10万追いかけたい追いかけたい10万そうなの妹の友達来るからさ一瞬これ全部片付けようかなって思ったんだけど、うん、でもなーって片付けたらまた出さなあかんやん面倒くさいやんそれはちょっとっていうことであでもご飯食べてこないあの食べてくるってお家で夜来るみたい。 だからご飯作らんでいいって言ってただからねあの家族の分だけでいいみたいそばねそば茹でただけなんだよね <laughs> いなり寿司しか作ってないよたびたび見つめてるうちにファンになるでお待ちを <laughs> 本当にじゃあょっと期待して待ってるねセブンスターさんがファンになってくれるのぜひあのたなんか 手が空いてる時は良かったらコメントとかもねしていただけたらお話ししましょうぜひぜひハータンレベおめナイスレベおめ雷降ってきたやばいやんもう来るやんそれそれも降るやん絶対に降るやん雨が雨がポツポツ降ってくるやん えこれ 100, 100万ポイント15万ポイント1十百千万十5万ポイントだよねびっくりした100万も百万もぶっ飛ばされてんのかと思った15だよねあのさこれさ数字が続いてる時ってみんえ十100万ポイント ?150 万ポイントかうんえだって私が数数えれないだけだった コメント1つが1ポイントトつがポイ恐ろしいね <laughs> 恐ろしいねわおおなるけんさんレベオめまあでもとりあえず3位にはならないように逃げよう <laughs> 3位にはならないようにありがとうナイスレベオめ なんかいっぱいね初見さん来てくださるへー1位あるよやんややるやんや,やるやんやるやん <laughs> なんで上からないやろな <laughs> ずっとさかっちさんありがとうペンライトナイスペンライトありがとうカマカリさんレベオメですサイだンじゃダメなんです <laughs> 言わせようとしてるね言わせたいだけよねもはや もう今日はね、晩ごは手抜きをチャーハンと冷凍餃子焼くだけっていう手抜きメニュー150万回コメント頑張ってもらえたりするあさみちゃんいけそう <laughs> いけそうかな <laughs> 読めない読めない読めないさすがに。 かりさんありがとうかりさんの瞳に乾杯イケメンじゃないイケメンだそのために投げるコメン投げるコメン頑張ですありがとう勢いいいコメントをくださいますね家庭内王将 <laughs> なんかあったなんかあるような最近ニュースとか出てきそうだね最近話題になっております家庭内王将 <laughs> 王将会王将会ってなる。 最近問題になっております。家庭内王将。<laughs> この、この話題をめぐって様々な議論が飛び交っています。平和そうなニュースだね。<laughs> 見出しから、見出しから平和だね。問題。家庭内王将。こんにちは。平和な見出しになり,なりそう。 なんか今日さ、ま、化粧してちょっと寝ちゃったからかな顔やばいわボロボロ一人で行ってんのこれ <laughs> とんでもなくない,いやだ石油石油案件あまさまなみさんありがとうハート今かみそうになっちゃったナイスハートですありがとうああバイちゃバイちゃバイちゃ おじ、おじに任せるかコメントは。コメント、コメント職人だからね。まなみさん、レベオメイファンが13人になったよ。ナイス、レベオメイありがとうまなみさん、いっぱいハートありがとうございます。ナイス、ハートありがとう石油掘るかちょっとみんな一回さ、星投げるのをやめて、掘るか <laughs> 石油掘るとこ始めるか。<laughs> イベに勝つためにみんなちょっとご近所をね掘っていただいて <laughs> あかんあかん化粧を重ねたわけねバレた <laughs> ちょっとウトウトしちゃって1時間1時間寝ちゃった <laughs> ではちゃんと7時には起きたんだよ今日は7時頃起きて寝ちゃったとりあえずスコップ買ってきて1回1回行こうスコップ3位もねまくり上げ られそうではあるんだよねちょっと怖いんだよねハイリスクハイリターン <laughs> でしょうね大変そうだわ掘り当てたら掘り当てたで大変そうだわおひさあおひさあおひさおひさあ温泉ぐらいかもじゃあちょっと観光地を作るところから始めようかな <laughs> 観光地をまず作るとこから始めようかな結婚してーありがとうありがとうまたイベそうまたイベなのイベン中イベ中なのよなかなかやばい今2位なのよワットソンありがとうペンライトタ井イからのペンライト送ってくださってるで夕方のケイウォッチングして1回終わる2位になったよ14人。 1>, 1位で何なんアンバサダーイベアねんあのホテルのあのアンバサダーに就任できるんですよっていう素晴らしいイベントなんですそうなのよアンバサダーに就任したくて建設そうだねその場合も建設していただいたところにアンバサダーさせていただくのが早そうだね美味しい美味しそうだよね 小麦料理っぽい感じはするもんねアンバサダーあこんにちはちょっと一旦ランキングの方読ませていただこうかな13人よさんですありがとうございました12オープンアカウントさんですありがとうございました11鹿と並んでハイさんですありがとうございました10位とよさんですありがとうございました 9位、ユッティーさんです。ありがとうございました。8位、パインアメさんです。ありがとうございました。7位、ハマドンさんです。ありがとうございました。6位、ナンバーイのセレビーさんです。ありがとうございました。5位、ワットソンさんです。ありがとうございました。4位、カマカリさんです。ありがとうございました。3位、サカチさんです。ありがとうございました。 2位、ま、なみさんです。ありがとうございました。そして1位はたずさんです。ありがとう。えっとね、この後はまた17時から、19時からです。ごめんなさい。<laughs> 19時から、あの、配信したいと思います。そう、今ね、イベント中でね、ちょっと1位までの差はちょっとね、結構広がってきてはいるんだけど、まあ、最後まで諦めずに頑張っていけたらいいなと思っています。 ではでは皆さん夕方配信ありがとうございました。この後また2時間後から、えっと、配信します。くるくるしちゃったあら次19時からまた配信するから来てね。1たずさんのところ聞こえた聞こえなかった ?1 たずさんです。ありがとうございました。電波悪くなっちゃったかな。皆さんありがとうございました。また19時から配信するので、ぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。ありがとうございました。ぷいぷい。